さあ、昇天寺着いたんですけど、このアングルすごいな。あ、なるほど、こうなってるんだ。すげえリアル。この鐘、カーンってね、つくことができればいいんですけど、できないですね。さあ、昇天寺行くか。妖怪を連れてるということは、あれかの。あれ、何のことでしょう。ほうほう、妖怪の合成じゃよ。おう、妖怪やアイテムを合わせて、ガチコーンと強くするあれですね。そうじゃ、そうじゃ。ガチコーンと合成じゃ。せっかく妖怪と仲良くしとるんじゃから、やってみたらどうじゃ。妖怪やアイテムを組み合わせて、より強力なものに変化。ワクワクが止まりませんね。やってみましょう。何？段々坂の北にある昇天寺にいる和尚さんが、妖怪やアイテムの合成をしてくれるようだ。そうやろう。実は妖怪もアイテムも、そうそう、合成できる組み合わせが決まっていての。そうそう、例えば肩乗り小僧なんかを連れてきたら合成できるんじゃが。ふむふむ、なるほど。私の入手した情報によりますと、肩乗り小僧は段々坂のいろんな場所にいるみたいです。ここ昇天寺の隣にある秘密の抜け道にもいるみたいですよ。おっと、そうじゃそうじゃ、もう一つ大事なことを忘れとった。はい、今度は何ですか。バトルの時は肩乗り小僧に駄菓子をあげてみるといい。なるほどね、好物ね。駄菓子は段々坂の川島商店にたんまりと売っとったはずじゃ。なるほど、それでは準備して探しに行きましょうか。なるほど、肩乗り、小僧を連れてこなくちゃいけないってことこれ。なるほど、駄菓子か。ちょっとめんどくさいね、駄菓子買いに行くの。駄菓子あげなくても仲間になってくれるんじゃないのね。え、あ、これずるずる、ずるずるでしょ。違う違う、駄菓子落ちてないから。人参か。もう一つは赤コインの、あ、赤コインのカヘラ、なるほどね。どこにもいないんですけど、肩乗り小僧。ズルズルしかいねえじゃんよ。あ、いたいたいた、肩乗り小僂。戦うか。仲間になってくれ。こんなとこで時間潰したくないんだ。ちょっと待って、俺、駄菓子持ってなかったっけな。持ってねえや、これ。戦おう。しょうがない。よし、倒した。頼む、仲間になってくれ。経験値16。お金60円。あ、結構もらえた。お金60円。あー、お前じゃないんだよ、倒した。ズルズル。あー、まあ友達にはなりますけど、君じゃないんだな。肩乗り小僧が欲しかったんですけどね。さあ、もうちょっと戦うか。こっちはいけないのか。 C ランクだ。全然いけないよ、こんなの。あー、やっと肩乗り親、肩乗り小僧か、肩乗り小僧が仲間になった。肩乗り小僧、はい、じゃあそれじゃね、昇天寺戻ります。ちょっと時間結構食っちゃったんですけど。さあ行こう。
こんなとこもう1分たりとも痛くない。早く昇天寺。だけど肩乗り小僧でどうやって合成するんだろう。ほうほうほう、どうやら肩乗り小僧を連れているようじゃな。それでは合成するかの。わしとしたこと、あ、まあ、きっと他の妖怪捕まえてこいって言うんだろうな、きっと。これじゃこれ、こいつを渡すのを忘れておった。あ、なるほどね。親方ダンベルを手に入れた。何ですかこれ。最近運動不足で体がなまっていての、これで筋トレしとったんじゃが、よくよく思い出してみれば合成アイテムじゃった。こいつと肩乗り小僧を組み合わせればガチコーンと合成できるぞ。これからも合成できる妖怪かアイテムを手に入れたらいつでも来るといい。どんどん合成してやるからの。何はともあれやりましたね、ふみちゃん。これでまた強力な妖怪とどんどん出会えますよ。昇天寺の和尚さん、あ、いい、これはいい、いい、いい。あ、これで頼み事解決なんだ。実際に合成しなくてもいいみたいですね、これ。オッケー、解決。これで物語進めていくことができるんですけど、あー、ちょっと待って、待って、待って。力と妖力、力にしよう。あれですよ。最初の目的は妖怪ウォッチのランクを上げることだったんだよね。全然忘れてたわ。ストーリーのロックが外れた。ふみちゃん、そろそろ、調子、あ、そうか、そうか。あ、なるほどね。調子堂の天使も戻っている頃では、調子堂に行ってみましょう。うん、そうね。ということで、今回はですね、ここで終わりたいと思います。はい、またのね、ご視聴お願いいたします。